ज्ञाते ज्ञाते आराज्ञाते हराजो ज्ञाते बोजी सुवाका। はい、改めましてこんにちは。すみません、声がまだ完全に戻っていません。ですからちょっと今日はガラガラ声でずっとやってしまったことをお詫び申し上げます。少しだけ経緯を改めて述べさせていただきますと、今年のお盆参り、異常に暑かったですよね。で、異常に暑かったためにどうも熱中症にかかってしまったみたいなんです。で、それが引き金になって、私もともと気管支が非常に弱い人間ですので、そこに、肺炎球菌がどこかから入り込んできて、あちこちにいるもんですから、でそれが今度は肺の中に入り込んでしまって、肺炎になってしまいました。なんとかお盆、実は1軒だけお参りしてないところがあるんですけれども、それ以外はギリギリやったんですが、14日のもう夜身動き取れなくなってしまいまして、でそれで、家内が県病院まで運んでくれました。緊急のところで、そうしましたらもう即座に点滴を打つことになり、で後日分かったんですけども、 CRP が23という数字が出てました。これ普通即座に入院の数字です。30超えると死の危険性があるっていう、それぐらいのものなんですけど、今回はお盆のまだ行事が残ってたりとかそういうことがありましたので、強制的に帰ってきて、で今週の月曜日、おととい、改めて病院で再検査しましたら CRP が6、これもまだ実は肺炎の、軽い肺炎の状態なんです。で、だったんですけど、徐々に回復してるっていうことで、で、かかりつけのお医者さんにもちょっと報告にしに行ったんですけど、データ見せたら、よく入院しなかったなと逆に目を丸くされてしまって、本来だったらもうこれ即座に入院の数字だよということで、で今週はおとなしくしとくようにって、笑って言われたんですけれども、ただ薬の効きが、まだまだ早いようで、私もともと薬の効きいい方ですから、その薬の効きが良かったためになんとか危機を脱出することができた。今回、そのためになんだかんだと言いながら、本当に特にかみさん中心に、藤垣さん一家にもそうですし、うちの男信徒には随分と迷惑をかけてしまったこと、改めてここでお詫び申し上げます。この肺炎になったことで思い出したことがいくつかあったんです。実は私がまだ業をやってた時、22、3の頃でしょうかね、ちょっと自分なりに業を厳しくやってしまったんですね。私一人で業をやってましたから厳しくやってしまって、最後の1週間はお昼ご飯の酢うどん1杯だったのかな。でそれで1週間で睡眠時間も1日2時間程度でずっと業をやり続けて、で修行の師匠はとても褒めてくださったんです。でも厳しい方なんですけどね、めったにそういうことで褒められる方じゃない方が褒めてくださるような業ができたのかなとは思うんですけれども、でもそれによって体が実は悲鳴を上げてしまいまして、終わりましたらしばらくするとガタガタガタと、で最初はいつもの喘息かなと思って、大学にもこう通ってましたから、坂道こう歩いていくともうしんどくてしんどくて仕方がなくて、もうどうしようもなくなって、親友にすまんって、ちょっとこれもう動けへんから自宅一旦帰るわ、ちょうど学校休みの時だったんでしょうかね。でその時に徳島にいる私の親友が、車で一宮まで送ってくれました。即座に入院でした。肺炎だったんです。で何にも持ってこう帰らなくて、入院そのまましたんですけれども、その時に私が妹に、何でもいいから仏教の本買ってきてくれへんか、仏教の本なんか買ってきてくれへんかって頼んだんですね。でそうしましたら買ってきてくれた本が
一冊ありました。でその本どういうものなのかっていうと、陽斎さん、あの一般的には栄斎っていう名前で知られています。臨済宗の祖と呼ばれています。本当はあの方は天台宗の養生流と呼ばれている流儀の祖でしてね、本当は天台密教のお坊さんなんですよ。この陽斎さんと、それから孔弁、これはどういう方なのかっていうと、明恵上人と呼ばれる戸賀の明恵上人、あの私と一緒に行ったこともある人はあるかもしれませんが、京都の、高尾山よりももう一個奥に入ったところに高山寺、高い山の寺と書いたところがありますけれども、この高山寺の海域である明恵上人、この人の本だったんです。これが私にとって大きな大きな転機になりまして、この明恵上人は私にとって本当の大切な、その時の拝演をしながらこう大切な大切なお坊さんへと変わっていきました。偶然なんですけど、私の師匠の奥様がこの高山寺のご住職と仲が良くて、そしてその辺りの、清滝川っていう川があるんですけどね、この辺りの川の小説を書いたりとか、いろいろとご縁のあるお寺であったのは間違いないです。名前も高山寺ですか、うちは山じゃなくて高家寺ですけどもね、よう似た名前の高いという山と家の違いですけれども、でこの明恵上人というのは本当に純真な人で、もう本当に自分に厳しく、ちょっとこのファナスティックなようなところがあるんですけれども、ある時祈ってたんですね、お祈りをしていた。そしたら、弟子とともにお祈りしたら、いたとかといって段から落ちてしまったんですよ。で皆がびっくりして、えって和尚さんどうしたんですかって言ったら、外で犬がっていうわけですよ。何のことか分かんないでしょ。でそうすると外で子供たちが犬に石をぶつけていて、でそれを自分自身が感じてしまった。こういうような方でした。皆さんキリスト教でよく言われる聖フランチェスコって聞いたことありませんかね。サンフランシスコの名前の元になった人ですけどね、この人もそうですね、鳥と話したり動物と話したりとかすることができたという、有名な人物なんですけれど、日本のサンフランチェスコと呼ばれているのがこの明恵上人孔弁です。私にとっても本当にいろんな意味でこう影響を与えてくれた、純真な信仰を与えてくれた、そういう人物です。さてこの明恵上人のいろいろな文章を読んだりとか、それから弘法大師の詩集があるんですけれども、弘法大師詩集というか、弘法大師の発言を集めた少量集という書籍がありますが、そういうのを読んでいるとなんとなく見えてくることがあります。でそれが一体何なのかというと、誰かがこう言いました、あることを言いました、でそれを受け止める側がどのように受け止めるかによっていろいろと答えが変わってきてしまうっていう、例えば私がこれめいちゃんだけね、いい誰にも言わないでね、今回特別やからでこういうことを言ったとしますよね。でそうするとその時にどのように捉えるのか、自分が今回やってもらったの多分和尚さんなんとなくこう意図があって私だけにやってくれた、これありがたいなって思うのか、なんか内緒でやったのってなんか変だよねとか、内緒でやったっていうのはなんか他の意図があるんじゃないかって取ってしまうのか、これで全く違うふうになってしまうでしょ。例えばリトちゃん誰かから愛してるよって言われたとする、お父さんお母さんから愛してるよって言われれば嬉しいよね、これは当たり前だよね。でも嫌いな男の子から愛してるよって言われたら
ゲーとかって、いや、まあ、ゲーまでは言わないかもしれないけども、まあ嫌な思いしちゃうでしょ。でも言葉は同じなんですよ。人によって相手によって言葉の受け止め方が変わる。これ逆もあると思うんですよ。こちらの意図したことをそのまま受け止めずに全く違うように捉えてしまう。そしてどん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 と自分で自分を追い込んでいってしまう。これがね、実は最澄さんだったんです。弘法大師は最澄さんにたくさんの本を貸していました。でも最澄さん偉い人でしょ。でその人にうちにオンサイナーなんていうこと、あ、これ岐阜弁ですね、うちに来て、まあ、こういうことを教えるから来てくださいよって自分から言えるでしょうかね。言えないですよね。でそこで弘法大師何やったかっていうと、あの貸してある本返していただけますかっていうわけですよ。そうすると最澄さん生真面目に本だけ返してくるわけですよ。お大師さんが言いたかったのは本を返してくれじゃなかったんだと思うんです。来てくださいって、そうすればって話し合えるから。でもそれを何度も繰り返していくうちにお大師さん気づいてしまったんです。最澄さんという人はとても優秀な、とても優れた人なんですけれど、言葉をそのまま受け止めてしまう人、その言葉の裏に何があるかということまで考えようとしない人、まあ、その場は別の時は違うかも分かりませんよ。その時はそういう状態だったんですね。そこが弘法大師と伝教大師最澄さんの別れのもとになってしまったんですよ。最澄さんも悲しかったでしょうが、お大師さんもとても悲しい思いをされたんじゃないかな。でその後最澄さんが亡くなられた後、実は最澄さんのお弟子さんたちは弘法大師のもとに来ていろいろ勉強しています。そういう意味では真言宗と天台宗が対立したっていうのはちょっと違うんですね。まあちゃんとお互いに交流はし続けているんです。ただそうした出来事も起きてしまったっていうのが悲しい出来事であったな。明恵さんの言葉も先ほど言いました、時々難しい言葉を言われます。でもその言葉を読んでいる時に、私はどの言葉も深い深い信仰の上で、明恵さんは特に仏言仏母という仏様、これ絵が国宝になってますけれども、この仏言仏母を母のごとくしたい、そして自分を導くところの仏として文殊師利菩薩を祈ってたと言われます。で言われる言葉の奥を見てみると、やはりその信仰にものが全部連なっているんですね。表面だけ捉えると全然違った意味になってしまう。今これ話しているのはこのビデオを撮ってますので、特に私の弟子にこれからなる人、今弟子になっている人たち、そしてうちの信者さんたちには、まあ男信徒にはよくよく知っててもらいたいんですけれども、私が発するこの言葉というのは単純に表面的な言葉だけじゃなくて、もう一個もう二個もう三個奥まで自分なりに捉えてもらいたいんです。で、わからないときはまず尋ねて聞くんです。一番いけないのは勝手に自分解釈して、はい私はこうこうこうですって決めつけて物事をやっちゃうことなんですよ。自分でこうしてこうしてこうしたいんですって言われても、こちら非常に困るわけですよね。その人その人に合ったあり方があるわけです。例えば勉強でも、よし君にはよし君の勉強方法があり、リトちゃんにはリトちゃんの勉強方法があり、メイちゃんにはメイちゃんの勉強方法がある。でそれぞれのペースに合わせてやっていけるようにということで、頭プラスが私であります。最近全くやってない人もいますけれども、まあそれはそうしたことをちゃんと見つめてほしい。で男信徒に対してもそうなんですよ。私必ず同じ話をしているわけではありません。時々その過程によって話の内容は変えています。でそれは
その過程に必要なお話を僕はするからです。でもそれも表面的なことじゃなくて、実は言葉には二重三重の意味を込めている。今日は割合直接的に話をしていますけれども、時々私例え話をよくすると思うんですよね。今日の話もそうなんです。なぜこんな話になってきたかっていうと、肺炎を私はやりました。今回なりました。でそれで肺炎で苦しいってただ単に思うんじゃなくて、かつて私肺炎でああだったよな、何回もあるんです。でその時のことを思い出す。そして思い出したのが、今回はその明恵上人のことまで私はつながっていった。その明恵上人の一番根本部分は一体何なのかっていうと、仏に対する深い深い信仰、ここへと私は今回結びつけてもらえたんです。この15、16のおせがきの時も、私命感謝祭の時も肺炎のまま私ずっとやり続けていきました。本当だったらもう遠の昔に入院で病院でこう寝てる状態の時でもやったんですけれども、特に15日の昼間の時にいきなり大雨が降って雷が鳴りました。雷は私の師匠のシンボルでもあります。まあ叱るって意味じゃないですよ、雷が落ちるとそういう意味ではなくて、本当に亡くなられた時のお葬式の時に雷が鳴り、雷というのはこういう、これは三古書ですけど、五古書、徳古書、三古書というこの金剛バジュラというものはまさに雷を象徴する。私の兄弟子はこの雷については、空に広がるから変幻するという意味もここの中にあるんじゃないかなっておっしゃっていただきました。ああなるほどなっていうふうに私は師匠からいただいたこの五箇所だと思ったんですけど、ただその雷が鳴った時に師匠がまだこっち来るの早いぞってそうやって言ってくださったようにも思いましたし、その時にまだお前やるべきことがあるだろうって、この世の中でここで倒れてしまってどうするんやっていう、ある意味叱責、そしてある意味励ましもその時に受けました。たった一つの肺炎という病から私は明恵上人へとの信仰の問題、師匠からのバジュラの問題、そこへと話がこう展開していきます。こうしたあり方を皆さんにぜひ持ってもらいたいんです。病は病なんですけれども、こんなの思うようにならないんですよ。いつかかるかわからないし、いつ治るかわかんない。でも思うようにならないのであるんだったら、やれること、今回は家内に身を任せることを私はしました。そして病院で治療も受けることができました。その治療の中でやはり非常勤の人たち本当大変だったんですよね。で赤ちゃんがもう泣き爪に泣いてたんですよ。やーわやーわーわーとかって、なんかもうすごい状態になってたんですけれども、そういう中で一生懸命と働いている非常こういう緊急医の方々に対して、看護師の方々に対して、まあその他のスタッフの方々に対して、本当に頭下がるなって、で私のような今こういう状態でいても助けてくれる、ありがたい話やな、ここからももう一個ももう二個も自分自身が深めていけるんじゃないかな、そのように感じた次第です。本当はもっと笑い話へと持ってきたいんですけど、ごめんなさいね、今日はそこまでの元気がありません。では今日の守護尊カードについての説明をさせていただければと思います。まず無量光如来っていうのがあったと思いますけど、これは阿弥陀如来さんのことです。金剛界の阿弥陀如来は無量光如来、阿弥陀婆っていう名前なんですけどね、阿弥陀さんですから赤いもの、もうこれでですと赤いもの手元に置いといていただくといいと思います。慈悲の赤ですね、慈悲です。それからもう一つは本質は清浄という、どんなものでも本質は汚いものなんか何もないんだよっていうことです。ただね、阿弥陀さんってね、これ万能の仏様ですから、
知恵でもあるし慈悲でもあるし、いろんなことを表す仏様なので、まあ、阿弥陀さんという南無阿弥陀仏って言葉も心の中に置いといていただければと思います。それから千手観音、千手観音さんは、まあ、うちのこのお前立ちですけれども、たくさんの手を持ってありとあらゆる手段を持って人々を救うということです。だからあなた自身あらゆる方法を用いていろんなことをして、あの一つじゃないよって方法論はどんな手でもあるよってことを考えてください。そしてもう一つ、この千手観音さんは白い八葉の蓮華がシンボルです。白です。泥中の白蓮華、まあ、いわゆるハスの花というのは泥の中に咲きますから、その中で きれいなハスが、白いハスが咲く。泥の中でこそ咲く白い花、これもシンボルですね。単なるハスと思うのか、あ、我々の世界は泥だらけの世界だけども、この中で自分が白い花を咲かせなくちゃいけないと思うのか、泥があるからこそ白い花が咲くと思うのか、いろんなことを自分で考えられると思いますけども、そこへ自分の思いを馳せてください。次が金剛法、これダルマ、法律の方ですね、法菩薩。これ私はそうだったんですけど、説法という言葉が一つあります。お話をする、これ聖観音さんが変身した姿なんですけれども、こうやってやってますでしょ。これね、指の使い方がちょっと特殊なんですけど、こうじゃないんですよ。こうやってやると皆さんマネーマネーになっちゃいますからね。ちょっとこのこうするんです。これがこの説法印っていうんですけれども、言葉でも、言葉は単なる言葉ではありません、いろんなものが言葉として我々に語りかけてくれているんだってことを知っていただければと思います。だから今回私の場合は肺炎というものが実は私への説法な、仏からの説法だったわけですよね。だから今回私これ出たかなと思います。でこれもまた同じように本性症状という言葉、まあ、美しいもの、汚れたものではないよっていうことです。それから金剛語、言葉の仏さん、なんか真言を唱えてください。どんな仏でもいいですから、この金剛語が出た人は真言唱える。何人はギャテギャテハラギャテハラソギャテボージスワカ般若心経でもいいかと思います。それから世間の言葉を離れる。この金剛語というのは今私の使っている言葉じゃなくて、例えば物だって言葉です。音楽だって料理だって何だって言葉なんですよ。そのいろんなものが、ありとあらゆるものが自分に何を語りかけてくれているのかな。テストだって言葉なんです。勉強の道具だって仏さんからの言葉なんです。そうやって捉えてください。それから金剛砂菩薩、これあの砂って書いてある難しい漢字なんですけど、これ鎖っていう意味です。ですからよそ見をせずに今の自分を大事にしてくださいっていう。それからつなぎ止める鎖、要は恐れおののいても逃げ出したいと思う気持ちをぐっとここに留める鎖を持ってもらいたいと思います。今年残念ながら桑名の鎖屋さんという海鮮丼屋が亡くなりました。社長が亡くなってね、会社も亡くなってしまったんですけど、この面白いですよ。海鮮丼屋が鎖なんていう名前をつける。腐るという意味につながっちゃうじゃないですか。普通海鮮丼屋なんていう生物を扱うと嫌うんですけど、この会社を作った大将というの、まあ、よく存じ上げてるんですけれども、あの初代の大将は皆が使わんことを考えればいいんだ。でも腐るっていう字そのまま使うわけにいかないから、チェーンの鎖でいこうか。そうすると意味が全く変わってくるんじゃないか。皆がえって驚くようなことをすること、それが大切だということを私は子どもの頃に教えられました。中学校1年生の時になんとマグロを56貫食べさせられました。2時間かかりました。まあ、中学校の1年生で一番元気いい時で、まあ和尚さんもこうです、なかなか パワフルなハンドボールやっとった頃だったのでね、あの、まあ、今でも忘れません。それはどこでだったのかっていうと、桑名の駅前にあるこう地下にね、昔寿司屋があったんですよ。で、まあ、海鮮丼屋自分のところでやってたから、あのボーボーって言われて、ボー一点挑戦してみろ、いくつ食べれるか頑張りました。まあそういう思い出がありますけども。
なんでこんな話になっちゃったんか。それから大徳明王、これ今 NHK の大河ドラマでやっている光の君の中で火山法王でしたかね、上皇ですかね、が恩師チリキャラロは運慶そうはかっていきなりやって僕びっくりしちゃった。なんで大徳明王、これはね死を乗り越える仏さん、もともと水牛の上に乗ってますから、こう水牛というのは閻魔様をも意味しますので、閻魔をも克服していく、調伏していく、まあ、いわゆる死をコントロールしていく仏さん、六本の足があるから六道輪廻を超えていく仏さんとして大事にします。輪廻というのは繰り返し繰り返し行ってしまうことなので、ありませんか、あまたやっちゃったまたやっちゃった、しょっちゅうあるよね、お嬢さんに叱られてるよね、そのしょっちゅうやっちゃったということを抜け出すということがこの大徳明王の大事なとこです。それから悪を浄化するっていうのがここの中にありますからね、悪の浄化とは一体何だって考えてみるといいと思います。それから項目点、項目点というのは実はね顔が非常に醜い仏さんと言われています。でも最も飾り付けを良くするっていうことなんです。それは醜いからこそ飾り付けを良くする、だから飾り付けということを項目点の場合は意識してほしい。それと龍の親分でもありますから、画龍と小龍、画龍というのは伏せてゆっくりと力を蓄え、そして力を出して空へ登っていく、また力を伏せてまた登っていく、このリズムが大事だよっていうことを知ってください。それから乱打竜王、この項目点の古文にあたりますね、竜王の中の二大竜王の一つなんですけれども、深い海に、最も深い海に潜ることができるのがこの乱打竜王と言われています。水の神様ですから潤いと歓喜、喜びです、潤いと歓喜。それから刀を持っていますので、知恵と力の剣というのがシンボルです。それがエビスさん、日本の神様ですね。エビスさんというのは一度捨てられて西宮の浜に打ち上げられて神として再び力を得ました。ですからこの神様は再チャレンジということです。再びチャレンジすること、これが非常に大事な神様ですね。それともう一つは、このエビスさんというのは釣竿を持って鯛を持っています。網じゃないんですね、網のようにガバッと取ることじゃなくて、釣竿、適した量で大量にしなさい、無理やり何でもかんでももらっていくんじゃなくて、釣りして網せずっていう言葉を大切にしてほしいということですね。阿弥陀如来、無量光如来、千手観音、金剛宝菩薩、金剛後、金剛叉、大徳明王、項目天、南田竜王、恵比寿天が今日の仏様でした。それぞれの方もし質問があればまた後でここに来てください。今日はここまでさせていただきます。ありがとうございます。ちょっと声がガラガラ声で申し訳ございませんでした。ありがとうございます。本日の守護尊の神言をお唱えします。南無無量光如来本露計人馬ら蘭者起立本露計人馬ら蘭者起立本露計人馬ら蘭者起立南無千手観世音菩薩音波ザラタラマギリ音波ザラタラマギリク音波ザラタラマギリク南無金剛宝菩薩音波ザラタラマギリ音波ザラタラマギリク音波ザラタラマギリク南無金剛五菩薩音波ザラバシャランオンバザラバシャランオンバザラバシャランナムコンゴサボサオンバザラソホタバンオンボザラソホタバンオンバザラソホタバンナム大徳明王オンシリギャラロアウンケンソワカオンシリギャラロアウンケンソワカオンシリギャラロアウンケンソワカ南無項目天音比羅覇者長寺太衛蘇我伽音比羅覇者長寺太衛蘇我伽音比羅覇者長寺太衛蘇我伽南無南陀竜王音南陀耶蘇我伽
おんなんだやそわか、おんなんだやそわか。ナムエビステン、ナミレビステン、ナムエビステン。五秒しも。オンワボキャベロシャノマカボララマリアンドマジンバイアラバリタヤウンオンワボキャベロシャノマカボララマリアンドマジンバラアラバリタヤウンオンワボキャベロシャノマカボララマリアンドマジンバイアラバリタヤウンオンワボキャベロシャノカボダラマニアンドマジンバラアラバリタヤウンオンナボギャベロシャノマカボダラマニアンドマジンバラアラバリタヤウンオンナボギャベロシャノマカボダラマニアンドマジンバラアラバリタヤウンオンナボギャベロシャノマカボダラマニアンドアラバリタヤナム大師炎上金剛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 南無大師炎上金剛南無大明神南無大明神南無大明神南無道山真珠南無道山真珠南無道山真珠南無一切真意南無一切真意南無一切真意ノーマグサーマンダーボダナンボロン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 ノーボーバギャバトウシュニシャオンロロソボロジンバラジシュタシッタロシャニサラバラタサラニエソワカガンニシクドクブユオイサイガトヨシュジョカイグジョI'm not sure if I'm going to be able to do that.